はい、こんにちは。今日は2021年、3月6日土曜日、午前11時51分を、過ぎたところでございます。はい、午前中ね、動画でもお話しましたように、いつもの、ウォーキングコースを歩いて、今日早かったんで8時過ぎに始めて、10時ぐらいに帰ってきたんで、ちょっとね、雨が降ってないのでね、自転車、スティーミオン号、ね、スティーミオンっていう、ブランドなんだけど、スティーミオン号でね、サイクリングを行ってきました。結構ね、河川敷、堤防、橋と橋の間をね、周回というか一周、ぐるっと回ってきて、結構疲れたなと思って帰ってきたんですけど、1時間ちょっとぐらいですかね、走ってきました。でね、ちょっとね、お昼ちょっと気分転換で、どっかの公園で食べようということで、ほら後ろ山桜咲いてますよね。でこちらもね、桜なんですけれど、もうすぐね、桜が、咲きそうな、文化公園に来てね、今からお昼お弁当を食べようかなと思ってます。まあね、自転車を、購入したおかげで、これから、行動範囲とトレーニングの幅が、広がっていくそうな感じでございます。まあね、これから、桜咲きますんでね、スティーミオン号クロスバイクに乗ってね、桜巡りもいいですね。はい、ここにお弁当、これお弁当見えますか、お弁当見えますか、見えない見えない。今からお弁当買ってきたんでね、セブンイレブンでお弁当、何のお弁当買ったかな、ビーフタルタル弁当を、買ってきたんでね、今からお弁当を食べたいと思います。今日はね、土曜日の午前中ということで、ポケモン GO ですね、ポケモン GO をね、やってる方が結構多いです。ウォーキングしてるのかなと思ったら、みんなスマートフォンじっと持って、ながらスマホみたいな感じでね、ポケモン GO をやっていらっしゃいました。はい。あとはもう家族連れとかね、サッカーボールを蹴ったり、遊んだりしてる方がね、いらっしゃいますね。はい、ということで今からお昼ご飯を食べたいと思います。それじゃあ、今回この件で失礼します。そんじゃまた。